ちゃんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。今日の第2ハウスですの第2子ね、はい、ようやくなんかだん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 慣れて出てくるようになってきてくれてますね。きのこちゃんにね、ひらりちゃんにマロンちゃんね、まあ、朝の動画ではねそんなに出てくること少なかったけど、まあ一日おったらねだん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 出てきてくれる子も多くなってきました、ね、マイルドちゃんもそうやしね。はい、きたろうちゃん、ちょっと待ってよ、ちょっと落ちかけてるよ。はい、りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、はい、りんちゃんに、ね、はい、あ、すじちゃん今日はこうなんだ。で、ま、あのマイルドちゃんに、はい、ふんちゃんに、ととちゃんに、誰おんかな、ランちゃんに、ランちゃんに誰おんかな、ね、いろいろ、はい、しゅうたろくんもね、落ち着いてます。これ昨日ね、ここ行き来できるようにしましたね。こないしてね、しゅうたろくんもだいぶね落ち着いてんちゃうかな、ね、行きの方もねだいぶマシマシかな。な、しゅうちゃん落ち着いてんな。それでここルパンがこっちにね今行きます。ルパン結構これをねむしってるからね、うん、はい、ルパンがここに行ってますね。ルパンくん、はい、こんな感じね。ルパン君は2月の終わりくらいかな、2月ぐらいに入ったら検査ね、ママも出してもうてますよね。お子さんあれするときに、あ、ご飯入れなあかんねやとね、これ開けてみる、こんな感じで。これでここね、これだいぶ完成にはなってきてんけどね、だいぶつないだり、これまだここらもちょっとつないだりしながらね、竹もまだ台もまだなってない中で、これねこれつなぎました。パイプちょっと大きめに、ね、真鍮に変えることにしました。ホースで、それでホースのサイズ間違うてね買ってしまったという、後で2回に分けてこうでもうたから、これ買う時にこうだよかったけどね、ちょっとちっちゃめのホースをこうでもうた中で、これをね一旦ここにやって、それで塩ビ、この下に綿を入れた塩ビからで、ホコリを一旦取ってね、また循環、ここから循環させて向こうに返すもんと、でこれはねここでもう一個このあれポンプを置いてね、組み上げて、これ支障落としからね出して、ここでポトンと落ちた上ね、溜まった水がここからね下に溢れて、ここにももう一個フィルターを塩ビの真ん中にねフィルターを置いて、その両端から下の方から水がね落ちてくるようにしてますね。ほこりだから、ほこりとかね、ケイとか、もしここに溜まってるものがあれば、全部水が溜まっていくことによってね、ここから流れ落ちて下でキャッチしてもらえるというほこりをね、そういうことにしてますね。まあこれもね取ってで一応してんけど、それで石も軽めの石をね置いてんやけど、ちょっと待ってください、開かないの、あ、上がれんのかな、あ、これ分かるかな、これ両端切ってんやけど分かるかな、塩ビバイこんな風にね、分かるかな、両端切ってんすよこれ2つ。それで落ちた水がね、これこいつはね向こうのこの下に置くんでね、それで真ん中にこの落ちた、ま、塩ビの真ん中に綿を引いて、それでそこでこの落ちた水がのホコリとか毛とかをねキャッチして、それで今の下の穴開いたところから水を通して、きれいな水が出てくるように、ここは循環型やからね、ここに溜まった水を上にね押し上げる循環型やからね、まあ、活性炭とか置いてもまたいいんやけどね、活性炭を入れたりね、その塩ビの中に、これはフィルターがあるやから、まあ、そんな感じです。それでまたねここにね灯籠を凍ってしまったという小野さん、石の灯籠とね木の灯籠と、それでここに
増加じゃないけど日本庭園に合う増加をねこの端にちょっと植えてみようかなと。まあ、こうなんです。今日はここのねあの下穴こいつが穴開けるの忘れてたからねここにね今一気目はしたんけどまだここに穴開けてこのホースを通してこれあとここのね電気のこのホースの電気をこっちから取るので電気をね向こうにコンセントをあの辺りから下手はしてあっちまでねちょっと出していこうかなと思っています。それぐらいかな。これあとこれを固定することを考えるぐらいかな。これと、うん、これを固定してそれこれをもう固定してねこのどういうふうに乗せてするかいうことでこう、まあ、これを固定していってこれであとこれを切ってこれを前に貼ってこれであとこれが25日にね来るよう25日だったかな。あと2つこのね長い方と短い方25日ぐらいに来る予定かな。今品切れやからね注文してます。それで終わりかな。これはいよいよ水システムねここの水システム稼働します。流れる水とねここのため水だから言うてた例のね水飲みよりも綺麗ですよ。ほこりこういう置き水のよりも綺麗からね、うん、まあ一日でもねこんだけの猫とかねおったら保護されてる方だったら分かると思うけどほこりがね結構やっぱりね乗るんですよここに。それをね普通の市販のやつでは取れないからねポンさんとかこの流すタイプのこれでやったらホコリが絶対キャッチできるというね、うん、これやったらもう溜まった水の上に溜まってる水が全部溢れ出てホコリも全部溢れ出ていくからね、うん、だからものすごく綺麗ですよね。であとはね塩落としのこれプラスチックやから用途するんですよね。ええ感じの音ね。まあ、こんな感じで猫ビビる言うてあった人おるけどまあ大丈夫ですよこのね音ぐらいやったら。まあこんな感じでまあいよいよここもね最終段階に入ってきてますね。あとはねここらの上をねいかにまあここらやかな。ここらからこういうふうにいけるようにしようかなね。なんかこの辺でね上にちょっとね、溜まったりできるようなこういう風なところをもうちょっとね作ってあげようかなと思ってます。それでキキちゃんここね、まあ、今日は人数確認ちょっと時間的にあれやったからねキキちゃんここちょっと寒いからねここもちょっとなんか考えたら方がいいかなと思ってね触ったけど、まあ、大丈夫かないう程度のあれやからね。まあキキちゃんも結構ちょろちょろ行ってるからね。うん、あまだ向こう行ったね。まあ、こんな感じで、あとこたつの中が誰かおんかな。あこんな感じ誰かおるの。ももちゃんだけかな。あももちゃんだけかな、ね、ももちゃんだけです、ね、あとシャーコちゃんとかね、ママはあそこにいてます、ね。まあ、今日ちょっとずつまたこの作業をね進めていきます、ね、今日は穴開けかな。穴開けとパイプとこれをどう止めるかによってでぐらいかな。ちょっと綿入れてね、うん、そんな感じでこれを切ったりして、ね、貼ったりできたらね、うん、今日明日でちょっと仕上げたいなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。